ぱりここみたいです。西洋十字教社会特有の脈ですね。かなり近づかないと感知できないくらい巧妙に隠蔽されていますけど、土帝さんはまだ来ていませんが、敵に気づかれる前にやってしまいましょう。これからパイプラインの切断に入りますから、ちょっと下がっていてくださいね。天草式ってそういうのを使って術式を作るんだっけか。ええ、今必要なのはカメラにスリッパにパンフレットにミネラルウォーターに白いパンツ。どうしたんだいつは。なんですこの術式の構成に。どうしても必要なんです。いえ気にしないでください。行きます。時間が勝負だ。暴動が収まったら速攻で教皇庁宮殿に走る。別動の父味方と連携を取りながら連中が建物から消える前に抑えるんだ。いつは正教か。神の布石。大サービスだな。10秒もあれば3つは策を思いつくぞ。土帝。土帝さんが動いたらその隙に乗じて走りますよ。え？あの人からの伝言なんです。重要なのは敵の打破ではなく教皇庁宮殿にある C 文書を止めることだって。どうなってんだよ土帝の話じゃ。学園都市は動かないって話じゃなかったのかよ。動くにしてもどうしてこんなめちゃくちゃなやり方になっちまってんだ。待て！
神庵、ここで二手に分かれよう。逸話だったか。お前も神庵と一緒にテンラを追ってシー文書を何とかしろ。俺は後からやってきた学園都市のバカ者どもを止めてやる。そんなの。連中は完璧に敵ってわけじゃない。一時的には戦うだろうが、基本的には会話できるチャンスを伺ってみる。こういう駆け引きは神庵より俺の方が得意だろうが。行け神庵。ちくしょう。くそ、どうなってるんだ。仕掛けてきたのはローマ正教の方なんだろう。学園都市はそれを止めるために動いてるはずなんだろう。なのになんでこんなことになってんだよ。こんな崩壊の渦を少しでも正当化する奴が出てくるなら、そんな幻想は全部ぶち壊してやる。つきました。あそこです。出るなら急げよ。攻撃してこないって分かったら、アビニョンのボートたちが一斉に飛びかかってくるぞ。さて、学園都市製の HSB-02 超音速ステルス爆撃機か。このアビニョンにいる大量のパワードスーツたちはここからやってきたのか。くっそ、先にパワードスーツを投下したのはこのアビニョンに C 文書があることを確認するため。それを行ったらあとは爆撃機を使って一気に強行城宮殿ごと吹き飛ばすつもりだったのか。おい、アビニョンの住民の避難状況はどうなっている。爆撃はいつ決行される。最新型の HSB-02 ってことはまさかここであれを使う気か。C 文書はバチカンに帰っても扱える。それを知っていて俺が行かせると思ってんのか。どうにかこれで終わったな。逸話は大丈夫か。土味方の方はまだパワードスーツと戦ってるかもしれない。ありがとう、逸話。お前がここにいなかったら多分俺は勝てなかったと思う。そういえば土味方のやつは大丈夫なのか。くそ、知ってるのか。テンラ、テンラ、
私たちは勝ったの？負けたの？私、最後までテイラとの決着に関われなかった。どうにかしないと。